アンネ・フランクの家は、オランダのアムステルダムにあるアンネ・フランクの一家など8人が1942年から約2年間、ナチスの迫害から逃れるため、隠れ家として住んでいた家を利用した博物館である。アンネ・フランク財団が管理運営を行っている。ドイツのフランクフルト・アムマインの裕福なドイツ系ユダヤ人一家の末娘として生まれたアンネ・フランクは、ナチスによる、 ユダヤ人迫害を恐れ、一家と共にオランダに移住した。しばらくは比較的安穏な日々が続いたが、1940年5月10日、中立を宣言していたオランダにドイツ軍が侵攻してきた。4日後の14日には全域を占領し、国内ではユダヤ人に対する圧力が強まっていった。 それまで、モンテッソーリースクールで、普通の少女として過ごしてきた、アンネも、一般の学生と引き離され、1941年の夏からは、姉のマルゴットともどもユダヤ人学級への編入を、強いられるなど、次第に自由を制限されるようになっていった。ユダヤ人狩りが頻繁に行われ始め、危機的状況が、色濃くなってくると、アンネの両親は、密かに安全な場所へ移り住む準備に、 取り掛かった1942年7月5日、マルゴットに労働キャンプへの招集令状が届いたことを契機に、翌6日には、オッ夫の職場事務所の3階と4階を隠れ家にした、潜伏生活をスタートさせる。さらに、同僚のファンペルス夫妻と息子のペーター、司会のプフェファーが加わり、この共同体は、最終的に8人となった。1944年、 この隠れ家が、ゲュタポに発見され、アンネ・フランクは、アウシュビッツ・ビル・ケナウ強制収容所に送られてしまう。約2年間続いた家での生活は終わりを告げた。隠れ家に通じる入り口を隠した、回転式の本棚外観、プリンセン運河通り267から275番地。1950年撮影この建物が建てられたのは1635年。 1740年と1840年に改築された。1940年に夫は自分の会社であるオペクタ商会をここに移転させていた。第二次世界大戦後、唯一の生存者となった夫が戻ってきたが、アンネとマルゴットはベルゲンベルゼンで死亡していた。オペクタ商会はまだ存在しており、夫は仕事に復帰したが、1953年には、 仕事から手を引いた。オペクタ商会が転出した後、次の所有者となったベルクハウス社は建物の解体を望んでいた。しかし、市民の抗議運動のため、ベルクハウス社は建物を寄付することに決めた。1957年5月3日にアンネ・フランク財団が建物を復元することを目的に設立された。アムステルダムのハイス・ファン・ハール市長が率いる。 冒険キャンペーンの後、プリンセン運河通り265番地から275番地までも購入された。プリンセン運河通り263番及び265番の建物は復元された。1960年にかつての隠れ家を整備し、アンネ・フランクの家として開館し、一般に公開が行われるようになった。現在はアンネ・フランク財団が管理をしている。 この財団は、アンネ・フランクを襲った不幸である、ユダヤ人迫害を教訓に、ユダヤ人のみならず人種差別に反対する活動を行っている。外装の1、2階部分は改装され当時の面影はないが、内部は当時の生活が忍ばれるものがそのまま保存されている。隠れ家に通じる入り口を隠した回転式の本棚、アンネの日記を綴った屋根裏の部屋もあり、 戦争の悲惨さがそのまま伝わってくる。年間約100万人が訪れる。日本からは年間約3万人が訪れる。これはイスラエルからの年間訪問者より約5000人多い。プリンセンウンガ沿い。ありがとうございます。